フィリピン政府が小野田さんを罰することはありませんでした。ルバング島を去る前に27年間共に生きた戦友小塚一等兵に別れを告げます。私は軍人として命令によってこの島に派遣されてきたものでありますから、通称佐殿の命令のない限りは絶対下山は許されるものでありません。今まで一番辛かったことは何ですか？戦友を失ったことです。戦友を失ったことです。戦友を失ったことです。そうです。嬉しかったことは何でしょうか？もしございましたらば。What is the most pleasant thing?29年間嬉しかったことっていうのは今日の今までありません。日本のためと信じ敗戦後も戦い続けた小野田さん。しかし彼を待っていたのはあまりにも変わった日本でした。投降してから3日後の昭和49年1974年3月12日、29年ぶりに小野田さんは日本の土を踏みます。お母さんの最後の言葉もよう聞いてくれて、ようやってきてくれました。あなたは偉い。ありがとうございました。金一郎弟ですよ。弟さん。小塚金一郎弟なんです。どうも長屋でご苦労さん。全くすみません。もうなんとも申し訳ありません。島です。これは島田です。島田郷長の娘です。島田郷長おめでとうございます。全くも申し訳ありません。ちょっと前に行ってください。本当に一人だけになります。本当に申し訳ありません。まず最初にですね、30年ぶりに今日祖国の土を踏まれまして、そしてたった今ご両親とも対面されたわけなんですが、今のご感想、ご心境はいかがですか？やはり自然の山や川の姿、海の姿にも、他国の飛行機の上から見たフィリピンの島々、日本の祖国の自然のと自然に変わりはないようにも思われますけれども、そこに皆様方の住んでおられるそのことを脳裏に走りますと、全くもう見えたところからすぐ降りていって自分の土を踏んでみたいと、そういう感じでございました。小塚さんが亡くなられてから、特にあの山を降りようという気持ちに、なんかあのその小塚さんの死が非常にあの大きな関係があったでしょうか？そんなのことは、それはむしろ逆さの方向です。復讐心の方が多くなります。誰が自分の目の前で27年も8年ものが次よりもろき人の身がと申す者の倒れた時の悔しさってありませんよ。男の性質本性と申しますか、そういう自然の感情から言えば誰だって復讐心の方が多くなるんじゃないですか。約30年ぶりの日本はどういうふうに映りました？まあその時に聞かれたような、
貧乏で戦争になったんだから、みんな車も持ち家も建って豊かになったんだから、もう勝ち負けは考えたくないって、みんな豊かになったからそれでいいんじゃないのって、っていうのはもう結局自分に言い聞かせてるだけですよね。嬉しくはないけど、まあみんなそれでいいんじゃないのって、そう自分に言い聞かせてこう、そう、みんな何だってみんな僕のこと気の毒がってくれますけどね、うん、僕は何も気の毒でも何でもない、気の毒なのは死んだ人だって、僕はこれから働きゃいいんだから何も同情してもらうことない。小野田さんは帰国するとそのまま検査と静養を理由に入院させられました。早く退院したいという希望は聞き入れられず、入院生活は3週間近くに及びました。はい、前すみません、前、ドア開く前に目開いてる時とか、これやっぱり戦争の後遺症ですね、うん、看護婦さんの巡察がドア開ける前にもう目開いてるんですからね、まあそういうのはやっぱり自分じゃ寝ているつもりで起きてる、ね、気がついて人の気配でも警戒心だけは強くなってたんですね。カーテン閉めないで寝るんですよね。薄明るくなったらパッと目開く、それも夜中の2時に寝ようと3時に寝ようと、とにかく夜明け前になったらパッと目開く。やっぱりからそういうところでは、そういうところには当たり前ですけど体に染みついちゃってるんです ね。よくそういうふうにこう気持ちがパッと切り替えられるというか、よくね青春を無駄にしたとか、うん、なんとか言うんですけど、ね、うん、これはもう戦争中でも言ってましたよ、うん、少々が長いから、うん、でもう僕はそのつもりでも前倒ししてあります、青春はだからもう半か半かそれで終わりですよね。もう青春はそれで終わり、だからもう今度は痛い一方で、もう要するに商社マンになって渡ってからの 2,3 年の、ええ、で目いっぱい青春を謳歌して、もう前倒しして遊んでます。でもそれにしても普通の人にとっては30年っていうですね、ええ、まあこれは長いですよ。青春かもしれないんですけどね、もう済んだことは済んだなんですよ。愚痴ってみたってしょうがないんですよ。愚痴れば前行く力は減るだけですよ、うん、だから愚痴るのが嫌いなんですけど、うん、泣き言や愚痴は大嫌いなんですけどね、うん、けどこの戦争で3時に無駄に立ってみんなの気の毒になってくれるんです、その分強くなりましたよ随分。だからまたそのうちに南方の自然とか天候気象とか、そういうものをやっぱり生きるために得た知恵がありますから、それを今度また向こうで米作ったり牧草釣るのに利用したんですから、す、ね、だからあの町全部無駄じゃないか、うんうん、もちろんブラジルでそれは、あとは自分がどう使うかが問題だって、うん、無駄だと思ったら無駄にしてしまうでしょうね、うん、無駄じゃない、強くなった方は確かに強くなりました。退院してからも小野田さんの日々の行動は日本政府の意向によって決められていました。ここで日米関係って言ったらうんとその友好促進になりますよ、うんね、小野田さんが一日も早く実現したかった島田伍長と小塚一等兵の遺族への謝罪、それが叶うまでには日本に戻ってから1ヶ月近くが経っていました。
小野田さんには全国から見舞い金が寄せられました。その見舞い金を小野田さんは靖国神社に寄付します。日本をやっぱりまあ離れようと思った一番そのそう思わせたものは何ですかね。まあみんなからいただいたお見舞い金に靖国神社を納めしたのが購入されてもあれですっかり嫌になったはずに、生きて帰ってきたんだから働きゃいいんでしょ。一緒に戦って死んだんですもんね。それは誰も報われてないんですから、じゃあ生きて帰った人間がまあみんな気の毒にって、いや僕は働いたんじゃない、あの同情でいただいたんだから、それは向こうへ持っていくべきだと僕はそう思ったんですけどね、うん、それがなんか軍国主義復活に加担するのそうなのって言われたら、やっぱりもうそんな人間と一緒に住んでいたくないって言いますよね、まあ、思いますよね。だから今度僕が何か言った時に、いや今の時代はこうだからそういうことを言っちゃいけないとかね、もう全部衝突しちゃうんですよね。で、あのおとなしくしろって、それじゃ あの30年の余計な戦争をしたことをね反省してね、あの地べたに頭つけて謝るって言うのかって、だって僕が勝手に謝ったんで謝られたのは国家じゃないかって、うん、僕にわしはそういう気持ちがあるから。そうです ね何もすっ転んで戦争したわけじゃないです、うん、だって国にも確かに負けた国だから僕は国に責任を取れなんて言いたくないって、だからあの給料払えなんて絶対言わないって、戦争だからしょうがないんだって、うん、だからといって僕だけなぜ悪者にならなきゃならないのかって、あるいは戦争が悪いとか兵隊が悪いとかって、悪いってみんなそう言ったじゃないかって、戦争前に何て言ったのかって新聞でもみんな見てみろって、うん、で今さらなんでそれが30年続いた僕だけその、うん、みんなから批判されなきゃいけないのかって、それはおとなしければいいんですけどね、あの喧嘩したら勝たなきゃいけないんでしょそれじゃ喧嘩になっちゃう、もう喧嘩ばっかりで仕事にならないんですよね。だから一番人とやる関係のない仕事って、まあ、幸いブラジルに永住を認めてもらえたし、うん、まあ、牛飼うっていうそういうことも一番離れてますからね、人だと離れて、うん、本当に真っ只中。そうですね。日本に帰ってからわずか1年後、小野田さんはブラジル移住を決意して再び日本を離れます。頑張れよ。1年間いろいろなことがあったと思うんですけどね、振り返ってご覧になってね、どういうことを一番率直にお感じになりますか。まあ本当に世界中回ってしまったので、はい、なんかその旅ガラスのような感じで、どこが一体自分のその住むべきとこなのか、だからどこが自分の国なのか、どこがよその国なのか、あまりはっきりしなくなっちゃってるんですけど、まあそういう意味ではやる落ち着かない1年っていうんですけど、そういった意味では日本というのはふるさとと言えるんでしょうか。もうやはりフィリピンが30年、日本で16年、はい、シナで4年半ですから、どこが一体ふるさとなんでしょうかね